ふう、再開していくぜ。さて、前回から装備品を、このエストックとかまいたちっていうのを作ってもらいました。いかんせんイグナードさんの地ダメが辛すぎたんで。ということで、この先、お、イベント？はぁ、どうした？何かすごく機嫌が悪かった。気に障ること言っちゃったかな？単に構いすぎたのかな？ひょっとしてうざいって思われてる？あまり関わらない方がいいのかな？二度も助けてもらったのに何もしないなんてお師匠様の教えに背く気がする。18にもなってこんなことうじうじ悩むなんて乙女チックというか情けない。おん。大丈夫か？うわあ。ほらほら、そんなに慌てて走るから大丈夫。これぐらいなら消毒して薬塗ればすぐ治るかな。ほら、まず皮で傷口洗おう。少し攻めるけど我慢してね。ちょっといいかしら？あら？あなたは？ふむ？あの何よ？治癒の癒しの法術。もう全然痛くない。すごいや。ほう？私からもお礼を言わせてください。ありがとうございました。あなたがルナちゃんかしら？あなたこの村じゃ結構人気者みたいじゃない？よくその名前を耳にしたからね。そんなことないと思いますけど。謙遜しなくていいわよ。これあれか？もしかしてエレビエルさん狙ってるやつか？あなたも旅の医者を目指してるんだっつって？まだ若いのに立派な志を持っているのね。法術を使える方ってかなり稀有なんでしょ？あれはそんなに大したことじゃ。そうね、それなら教えてあげましょうか。さっきの術を教えてあげましょうか。ほう？私に法術なんて無理ですよ。どうしてそんなことがわかるの？そもそも素養がないし、あったとしても私なんかじゃ。あなたが単に気づいていないだけ。法術の素養はあるわ、確かに。けれどどうしてそんなに自分を卑下するのかしらね。人など、どうせいずれは死ぬ定め。永遠を生きることは叶わぬ儚い存在。やっぱりこれあれか。レビエルさん狙ってるやつか。真術師だろうとあなただろうと大した差はないのだと思うけれどね。周りの目を気にして自分を貶め続けて、それで一体何になるのかしらね。どうやら私の見込み違い、いえ単なる思い違いだったよね。ごめんなさいね。いきなり変な申し出をしてしまって。本当に私にできるかどうかわかりません。きっと出来の悪い生徒になっちゃうと思います。でもその、もしよろしければ先ほどの術私に教えてくれませんか？法術が使えれば医者としていつか必ず役に立つ時が来ます。初対面で突然なんて浅ましいのはわかってます。いいわよ、私が言い出したことだしね。教えてあげるわ。ふむ？ただそうね、一つだけ約束してくれないかしら？少しの間、そう、二日間だけでよ。私の言葉はあなたの彼に黙っておいてもらえないかしら？ふむ？いいわね。それじゃあちょっと場所を移しましょうか。まだ名前を伺っていなかったなって。完全にそうだな。リスティル！やっぱりこれ。関わり合い持ってきたな、これ強引にな。あ？フィールドマップへ。このまま先に進む。フィールドマップへ？洞窟が次のダンジョンでいいんだな。とりあえず。ハリーもこれ思いのほか発動してんだな。初期レベルじゃそんなもんなんだろうけども。初期レベルじゃそんなもんなんだろうけれどもね。市長の羽。とりあえずまっすぐ上に進んで、だから、紋章がそこそこ手に入るね。水の中にいるなんかあれも敵なのかな？敵じゃなさそうな雰囲気？意外とミス出るんですね。早めの回復いっときましょう。意外とミス出るんですね。早めの回復、ナイス判断でした。
カリウドさんも回復していただくか。いい加減カリウドさんじゃなくて別のキャラ出してもいい気がしてきたな。下にはなんかないかい？なんもないか。ここら辺で手に入れてる敵の結晶も、お、ハリー初めて出た気がするな。敵の結晶を使って召喚するのも良さそうではあるが、ちょっと一旦あれか、使い魔他に何が召喚で、ここら辺で手に入れたやつはブラッティフライ、なんか水系のやつ手に入れたら召喚してみたいなって感じあるけどね。たまにあるこれの効果がよくわかってます、ね、あーこれ引っ張れと、引っ張れないの？いやいやいや、そっち行っちゃダメでしょ、そっち行っちゃダメでしょうよ。それもうやり直しなんじゃないの？これは下から押してって、あ、積んだあ、そう、これで初期状態に戻らない。ん？どうしたらいい？もう左に寄れないし、これで、上に持ってくんじゃないのか？下に持ってったらもうこれどっちにしろ押せないしね。あれ？これをどうにか壊せないか。むむ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 む、下に押してみる？ダメだよね。あ、もうそりゃそうだな、そりゃそうなります。なんだい、ここはここで、ここもう何のこっちゃないわ。失礼しました、大変失礼いたしました。これ何のこっちゃなかったわ、本当に。どっか別の道があるかなとか思ったけど、何のこっちゃなかったわ、本当に。ふぅ。お、なんかあるね。斜めに打ちたい。微妙にダメか。微妙にダメだな、あれ。ふーむ？エビエルに攻撃石が集中する分にはもう大歓迎。大歓迎でございます。あれか、陣形、そや、陣形あったな。陣形をちょっと考えようか。今さら隊列あったよな。フリーフォームじゃなくて陣形、ディフェンダー、前衛が縦一列、動きづらく軌道敏捷性が減少する。一旦ディフェンダーにしといてみる。馬さんを後ろにしてさ、これどんなもんかっちゅう。なんか変なの出てきたな、ナイトリザードやと。強いんかな、ポイズンとかしてくる。おい、結局後ろにも飛んでくるんかい。それふぅ、回復したべて。あいつの魔石欲しいな。ラウンドシールド、魔石か防具かと思ったけど、ラウンドシールド、あ、コアか、コアか、召喚できるんじゃないこれ。使い魔ちょっとさ、一旦あなた黒木カリウドさん一回帰ってもらって、使い魔でラウンドシールド、これだ。ナイトリザード強そう。ついてたからなんかパワーアップさせる。タフネスとか HP 上昇3、属性火とかついちゃうけど、どうなんだろうな。まあ、一回これやってみるか。これで消耗しちゃうのかどうなのか。
消化しちゃったっぽいよね、今ね。あ、タフネスなくなってるもんね。なるほど。これ、隊列、隊列。うま。ディフェンダーにして、隊列、馬を後ろに。うん。これでいいんじゃないか？どうだ？ナイトリザードさん、かっこいい。ポーション？水があるな。どっかで水を引かないとダメか、これ。お？回復したのはナイトリザード。どういうこと、残暑？自動回復持ちか、もしかしてあなた。自己修復！ほう。それいいもん持ってる。かっこいい！これ使ってこう。ナイトリザードさん使ってこう。いいじゃん、それ。攻撃の感じもかっこいいし。好きよ。うわ、かっこいいスキルしてくる。うん。経験値うまい。ああ、水場にはまだ入れませんよと。なるほど。どっかで水を引かせる何かがあるんだな、これ。はーん、この岩を、なんかどうにかしなきゃいけない。なるほど。積んだか？いきなり。なんかここにあるな。パズルをやり直しますか。なるほど。これ3つ置けっていうことだよね、きっとね。なるほど。とりあえず1個持っていくとするやん。あ、もうこれ、積んだ。ああ、まだ積んでない。まだ積んでないぞ。いいんじゃん？これいいんじゃん？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 あ、でもこれも積んだ？この最後の1個積んだ？積んでるんですね、これね。あそこに持ってっちゃダメか。なるほど。ああ、そう。じゃあ、ちょっと何回か試そうか。こうだな。なるほど。こうだな。あ、間違えた。こうで、こうで、あー、そこ行っちゃうの？そこ、もう一個行っちゃうの？それは想定外。それは想定外でございました。右上に持ってっとくか。んで、これも。こうして。で、最後の1個。オッケーじゃない？これ。来たんじゃないすか？来たんじゃないすか？オッケー。やったぜ。ん？ん？あ、これジャンプできますよっていうゾーンってだけか。宝がいろいろ、至るところにありますなぁ。ん？ナイトリザードさんが仲間になったことによって私のテンションが結構上がっているんですけれど。モンスターが仲間になるっていいなぁ。楽しいなぁ。敵でさ、かっこよくて、なんか強そうなやつ出てきたら、あ、こいつ！こいつパーティーに入れたいとかなるもんね。麻痺とかしてくる。なんかあるぞ。あん、なんかのショートカット？一瞬で元に戻ったな。とりあえずこれは乗せとくとして。あ、ミスった。ミスりました。麻痺ってそのまま残るんかい。うん、いいダメージ。ナイトリザードさんめっちゃ攻撃してくるじゃないの、それ。
やり直し。あ、もう、ごめんって。ごめんって、それ。ああ、もう、リザードさん出てくる。微妙に落とせない。毒の牙とか。早めの回復。沈黙。結構いやらしいことしてくるね。自己修復って使うこともできるのか。なるほど、パッシブだと思ってたけど、そういうわけではないのか。こうやって、こうやって、こうやって、お、よし。なんで、お、宝じゃん。宝あるやん。これで一気にまとめて。ミスんのかい、それ。あんまり効かないな。属性相性は良くないのかな。意外結構ミスてんだな。ゲームシステム的にさ、やっぱりミスでバランスと調整を。水の盾ごと、これあれかな、またなんか、はいはいはい、なるほど。周囲にあるものを凍らせることができる。なるほど。はいはい、これで水場を渡ることができる。いや、ゲームシステム的にさ、ミスでダメージ調整するってのあんまりね、ストレス溜まるだけな気がするんだよね、これ。本当に。だったら、ミスさせるぐらいだったら、全般的に攻撃力下げてバランス取ってほしい。ミスって本当、やってる側からすると本当ストレス溜まるよ。サーペントの魔石ももらってないけど、意外とあなたは防御するね。陣形のおかげかな。まあ、今後命中率が上がる何かが、お、なんかあるの。敵めっちゃおるやんけ、それ。うわ、ポイズンとかしてくる。一気に叩き潰す。これ誰？自己再生してくれる？うまい、強い。これなーに？凍った。あーはらはー、なるほど。はらはらはっはーん、向こう行けなくなりましたよ、これ。なるほどね、そういう感じね。戻れなくなりましたよ、これ。戻れなくなりました。自分で自己回復しつつ、まずザコから落としていこう。ナイトリザードさんかっけえな。これ使ってみるか。かっこいい、かっこいいね。意外と倒せきれない。経験値も結構溜まってる気がすんな。なんかギミックがだいぶこう溶けてきてるんで、そろそろ一旦戻って。いや、でも全然補給しないでもいけるんだな、これ。今回全然買い替えても、あれ、なんでもないぞ。こっち隠し扉やったね。中級レシピ基礎編、なるほど。これで新しい何かが作れるようになる。見てみようか。素地レシピ。氷が作れる。アクアマリンで今度氷か。自らの生命力をマナへと転換させる。水、生命力を敏捷に転換させる。大体こういう魔剣はあれなのか。所持者に対しても襲いかかる系か。
なるほどね。なるほどね。それは、これ戻れなくなったんですけども、これ。これあれか、ダメか。ここでやるのはダメだったか、失策だったか。元に戻って。戻せる。なるほど、なるほど。どこで、他にクリスタルの場所あったかな？普通にこういう水場で使ったんじゃダメなの？普通にこういうところの水場で使うんじゃダメなんでしょうかね。そこ、そこのところ。これで使うとどうなる？あ？凍った？わわわわわ、ダメっぽいな。あんれー？この左側そういや行ってない気がする。行ってた。言ってたんですね、私ね。あれ？ってことは、ちょっと、どっかで、あれか。あれだな。右側ね。でも右側行けるとこあったか？なかった気がすっけどね。なかった気がすっけどね、これね。どうじゃろうか？ナイトリザードさんかっこええわナイス。こいつやっぱりミスりやすい気がすんな。臨床性かな。臨床性が影響を与えている可能性ある。ありまーす。こいつは単純に高いね。風の鞭、ここまでいたら。レビエルさんが臨床性、機動力ある武器つけてるから。あれ、やっぱないな。あれ？そうですか。前衛二人が自己回復あると、全然急に回復アイテム使わなくなるの。スパッタ。なんか変なの見えるかな。スパッタ。馬上戦闘を想定した剣。今持ってるやつの方が強い。どっかから行く感じだなぁ。はは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 は。つうとこで、今回一旦この辺にすっか。一旦戻って補給しよう。今回何分プレイしてるん？ちょっと待って。ああ、結構いいとこ。いいプレイ時間になってました。というところで、はい。今回はこの辺にしたいと思います。また次のパートでお会いしましょう。またね。